はい、こんにちは、タケチャンネルです。今回はですね、タミヤの155アルファロメオ155 V6DI の、製作の続きをやっていこうと思います。で、まあ、前回の動画でボディにデカールを貼ったんですけれども、ちょっとねコメント欄でもご指摘いただいたんで、ご指摘いただいて僕もすっかり忘れてたんですけど、ミシュランのロゴがね入ってないんですよ、あのキット。それをすっかり忘れてて、まあ、ちょっと大人の事情でミシュランロゴがね丸と全部カットされてるんですよね。でそれをすっかり完全に忘れてたので、今その社外デカールを注文しています。なので、ボディの方の作業ができないので、今回は内装、をやっていこうと思います。内装とあとまあ車種周りもあるんですけども、とりあえずまず内装の方から先に作業をやっていこうかなと思います。はい、というわけで、内装なんですけども、基本内装カーボンだらけです。なので、せっせとカーボンを貼るっていう作業が待ってるので、その作業からやっていこうと思います。はい、というわけで、もうねある程度塗装に関してはもう終わらせてしまってます。で今からカーボンデカールを貼っていくんですけども、カーボンを貼るパーツには、基本的には光沢塗装を施してあります。艶消し塗装の上にカーボンデカールとかをデカールを貼っちゃうとね、シルバリングしっかり密着しなくてデカールとパーツの隙間に空気が入って白くボケたような感じになるシルバリングっていう現象が起きてしまうので、とりあえず光沢の黒を塗ってあります。で、カーボンを貼ってその上からクリアを拭いてツヤの調整をするっていう感じでやっていこうと思います。ただ、まあ、キット自体に、まあ、当然ですけどもカーボンデカールっていうのは入ってないので、まあ、このタミヤのねまあ、ちょっとこれ切れ端を集めたやつなんでねあれですけど、タミヤの汎用デカールとか、まあ、各社から出てる汎用のカーボンデカールを貼ってあげるっていう形になるんですが、まあ型紙なんてものはないのでまず型紙を作る作業からやっていかないとダメなので、進めていこうと思います。でまあどうやってやるかっていうと、まあ至って単純な話でこうカーボンデカールを貼るパーツにマスキングテープをねベチャッとマスキングテープをベチャッとこう貼ってあげて、こんな感じでね貼ってあげて、で、大まかなサイズで切り出してあげると。で特にこのこれ燃料タンクのカバーのパーツ、隔壁のパーツなんですけど、これとかの場合は内側に来るパーツじゃなくてもう1枚丸々全部貼るパーツになるので、ちょっとね大きめに切り出してあげた方がいいです。ちょっと大きめに切り出してあげて縁の部分をね下に折り込むっていう感じでしてあげると、まあ、こういう風にね下に折り込むっていう感じにしてあげると、まあ、浮いてきにくくなるっていうのと、あとまあ多分この側面もねチラッと見えるんですよね。チラッと特に今回ドア外すんで、チラッと見えると思うんで、そういうところのカバーもできるっていうのがあるので、少し大きめに切り出してあげるといいと思います。さあこれで、まず型紙をね全部作っていきます。
この辺のねカーボンデカールとかカーボンの貼るパーツとかってね本当箇所によって形状がまちまちなのでね、もうこうやって一個一個型取りして作っていくしかないんですよね。めんどくさいっちゃめんどくさいですけど、これをやると見た目がやっぱりだいぶ変わりますのでやっていきます。はい、そしたらですね、こんな感じで一応全部型取りをしましたので、これを、このカーボンデカールに貼って、転写していくっていうか切り取っていくっていう形で作業を進めます。でペリペリっと剥がしてあげて、あ、これ足りるかな、まあ、外装とかの場合だとね、そのカーボンの目とかその辺とかもかなり意識してやってあげないと、このライン、このカーボンの目がね合わなくなってしまったりとかしてちょっとブサイクになっちゃったりっていうことがあるんですけど、まあ、今回とかは内装なんでね、それほど神経質にならなくてもいいかなというふうには思います。ドア開ける改造をしてるからといってめっちゃ見えるかっていうとそれほど見えるわけでもないんですよね。なんで、まあ、ぶっちゃけ言うと別に塗装で終わらせてしまってもいいぐらいなレベルだったりするんですが、まあ、自己満ですねこの辺はね。そういうもんです、模型っては大体そんなもんですからね。こんな感じで切り出していってあげます。ちょっとデカールが足りなかったんですけど、まあこれぐらいだったらなんとかなるでしょう。でまあこれを水につけていくんですが、水につけてねデカールがふやけてからマスキング剥がそうと思うと絶対にデカール破れるんで、水につける前に必ずマスキングは剥がしておきます。たら水忘れてたんで取ってきます、はい、そしたらね水につけて、ふやかしたデカールを、パーツに貼っていきます。で、まあ、このタミヤのねカーボンデカール、この汎用のカーボンデカールはタミヤのデカールにしては割とセッターとか軟化剤に対する耐性が強いので、普通にねマークセッター使っちゃっても意外と平気なので、こんなのをね使っちゃう方が楽でいいかなと思います。あ、ティッシュ忘れた。今こう乗っけたらある程度位置をね調整してあげて、で濡らした綿棒でこの下のね気泡を抜いていきます。気泡とか水分をね抜いていって密着させてあげる。
で、まあ、こういうデコボコの部分とデコボコの部分とかはねなかなか馴染まないので、こういうところはある程度密着させてあげたらヒートガンを使って密着させていきます。こうやって浮いちゃってる部分とかはね、要はデカールが余るから浮いちゃうんですよね。デカールが余るから浮いちゃうので、ヒートガンを当てることでデカールがキュッと縮むので、その縮むのを利用して、密着させてあげるっていう感じですね。ただまあいきなりヒートガンで全部ねやろうとすると大体失敗するので、ある程度のところまではこうやってね、ある程度のところまでは密着させてあげる。こんな感じでやってあげて、でヒートガンを出していきます。あ、ちょっと待った、カメラに。よし、で上げると、ヒートガンで温めてあげると、まあ、デカールが柔らかくなるのとちょっと縮むんですよね。なのでそれを利用して密着させつつシワを伸ばす。で、まあ、こういう複雑なデコボコがあるところは 100% 完全に密着っていうのはやっぱなかなか難しいと思うので、ある程度妥協でも必要かなとは思います。少なくともちょっと僕の技術力ではね、こういうところにね 100% バシッと密着させるのはなかなか難しいものがあるので、まあ僕はいつもある程度のところで諦めるようにはしてます。じゃないと終わんないんでね、終わんないしデカール破れてどん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 、悲惨なことになっていくので、であとこの縁の部分ですね、縁の部分とかもしっかりと折り返して密着させていく。こんな感じ。これどうしてもちょっとねこの辺の部分はね少しシワが残っちゃいましたけども、まあ、これぐらいであれば多分おっと、これぐらいであればおそらくこの後トップコート拭いてあげればそれほど目立たなくなるとは思うので、まあ、こんな感じでいこうと思います。だからね、僕もちょっと使ったことはないんですけど、MFH モデルファクトリーヒロのカーボンデカールとかだともっと馴染ませやすいらしいので、もしかしたらもっと そっちの方がもっと綺麗に貼れるかもしれないですね。ちょっと僕は今タミヤのカーボンデカールしか持ってないのでこんな感じで貼っていきます。そしたら他のも全部やっていきます。
はい、まずはねこんな感じで、カーボンデカールが見えにくいな、カーボンデカールが晴れたので、こんな感じね、これはここだけですけどね、晴れたので次はここに、キット標準のデカールを指示通りに貼り付けていきます。飛ばそっか、貼り付けて、トップコート拭いていこうと思います。はい、そしたら、カーボンデカール針とトップコートが全部、カーボンデカール針とデカール針とトップコートが全部終わってこんな感じになってます。一応ツヤ消しのトップコートですねを拭いたので、ガイアのフラットクリアを拭いたので、表面はこんな感じのツヤ消しな感じになってます。そしたらこれをまあ組んでいくんですけど、まあそのまんま組んじゃってもちょっとおもんないからっていうので、ちょっとこれにね、配線を、プラスしていこうと思います。ちょっと見えるとこだけですけど、でちょっといろいろ資料を調べたんですけど、これっていう資料がねなかなか見つからなくて、まあフィーリングっていう感じにはなっちゃうんですけど、まあそれなりにそれっぽく見えるように配線をやっていこうと思います。よし、とりあえず配線をね接着する箇所に、硬化促進剤をねちょっと塗っておいて、で配線を取り回していきましょう。で一応ね、こんなサカツの中に芯が入ってるタイプの配線、これをもうこの位置に合わせてカットしてあるので、それを接着して、やっていこうと思います。まあ、一応長さはね合わせてカットしてあるので問題なくつくとは思うんですけどね。まあ、でもこういう配線追加とかあんまやったことないんで、これ全然使いにくいな。と言ってもこっちのハケタイプの方もだいぶ中身が固まっちゃってて、うわダメだこれ、うわいかんなこれは、なんかあったかな、ちょっと待ってください。こいつも固まってるやんか、どないなってんねんほんま。もういやもうね、使う接着剤がね、いつも偏ってるんでね、その接着剤以外のやつがねすぐに固まっちゃうんですよね。仕方ないんだろうけど、
コプリンセスだと弱いな。やっぱ瞬着でやってるのが一番いいんでしょうね、こういう時は。効果促進剤とね、組み合わせてあげればかなりスッと固定できるから、多分やっぱりこういう時は瞬着の方がいいんでしょう。はい、だいぶ苦戦しましたけど、こんな感じで配線を接着してあげて、ちょっとここ一箇所だけね、汚れたというか発火しちゃいましたけども、まあまあまあしゃあない。こうしてあげたら、次にね、ちょっとこのまんまだと配線が散らかってね、汚らしく見えちゃうので、こんなね、細い葉白線っていうのかな、この針金、ね、細い針金で映んないな、カメラに。これを使って、配線をね、止めておきます。こういうちっちゃいスケール用のね、結束バンドとかも売ってたりするんですけど、ディテールアップで、ディテールアップパーツとして売ってたりするんですけど、まあ、こんなんでも十分かなと思うので、これをね、通してあげる。通す用の穴を開けてあるんですけど、穴を開けてある位置をちょっとミスったら、よし、開いた。こうね、配線をここでこう束ねてあげる感じですね。こうしといてあげると、まあ実車もね、多分こういうところで結束バンドで止まってると思うので、こういうのでちょっと軽く止めといてあげると、より濃さが出るかなと思います。でまあシルバーのね、針金を使ってるんで、よりこの止めてる感じがよく見えるんで、よりそれっぽく見えるかなと思います。はい、そしたら、他のやつもやっていきます。はい、ここにね、配線を通す穴を開けて、配線はまるかなと思ってグイグイってやってたら、パチンってはまってちょっと取れなくなっちゃったんで、ちょっとこれを取り付けるシーンはちょっとカットしますけども、一応ここにね、ここ燃料タンクの隔壁なんですけど、ま、本来多分ここに刺さってるかどうか微妙なんですけど、なんかこれと近い車両の、写真を見ると、なんかこんな感じで後ろに配線がいってたので、一応ね、まあそれっぽくここに穴を開けて、そこに配線を全部まとめて差し込むっていう形で固定してあります。こんな感じで、まあこの配線、赤い配線混じってんのも僕の勝手なアレンジです。黒一色だとね、カーボンの上に黒なんで目立たなくなっちゃうんで、やってます感が見えるように、わざと赤を使ってます。はい、こんな感じで、こっちの前カーのね、ECU ユニットみたいなところから出てるのは、出てるところは、全く見えないので、もうここは省略してあります。こんな感じでね。
で多分ここら辺とかだと逆に前に行った方がね自然だと思うんで、そしたら余計もっと見えないんで、省略してあります。はい、そしたらこっちはこれで OK で、次、ドライバーシート側の作業をやっていきましょう。で、まずねドライバーシートをくっつける用のこのプレートがあるので、ここに、ペダルとかをつけていきます。ABC ペダルですね、アクセル、ブレーキ、クラッチの ABC ペダルと、あとこれは多分ブレーキかスタビの、うわー最悪、ごめんなさいね。はい、すいません、ごめんなさい、ちょっとね手が引っかかってテーブルの上にいろんなものぶちまけてしまいました。はい、で次に、このブレーキのバランサーかスタビのバラン調整レバーか分かんないですけど、これを、このの方こうな運転席の下のところに取り付け、こんな感じ、こんな感じで取り付けてあげたら、ここにシートをくっつけます。今回ちょっとねこのシートのね シートというかシートベルトの取り回しがねちょっと分かんなかったんですよ、この車どこにどういう風に取り回したらいいかがちょっとよく分かんなかったので、今回はちょっとね、まあ、展示車両的な感じの見せ方をしようと思ってるんで、もうちょっとシートベルトはなしでいこうかなと思います。こんな感じ。あ、でシートバックはね、ケブラー柄のカーボンデカールを貼り付けてあります。こんな感じで、これもね実車を見るとただの普通のカーボンっぽい感じなんですけど、まあそのまんまだとね、色が単色になっちゃって面白くないので、ちょっとワンポイント的な感じで、ケブラー柄に付けあります。まあ、この辺はもうお好みですね。でやってあげたらいいんじゃないかなと。接着、本当この車はね独特な構造ですよね、こういう感じ、こういう感じでくっつきますと。あ、これ後ろにねちらっと見えてる赤いのはこれバッテリーですね。バッテリーがここに乗っかってます。はい、ではお次は、センターコンソール周りとかももうつけていきましょう。この辺はもう接着するだけですね。こんな感じで、でこのセンターコンソールなんですけど、まあスイッチがねいっぱい並んでるんで、まあ、そのまんまよりも何か着色した方がいいよねっていうので、一応それっぽい雰囲気で、軽く着色してみました。ただこれがね画像でいろいろ見ると車によって違うみたいなんですよね。なので、まあもう適当にこんな感じかなぐらいな感じで、やってあります。はい、こんな感じ。一応これカーボンデカールは貼ってあります。カーボンデカールを貼って、で上からダンベルでちょんちょんちょんと塗ったって感じですね。はい、であとここにこのね、ガス燃料タンクの隔壁のカバーですねをつけてあげます。
こういう感じ、こういう感じでくっつきます。ここもね、一応カーボンデカールは貼ってあります。こんな感じで。そしたら次に、ダッシュボード周りですね。ダッシュボード周りを組んでいくんですが、まずメーター、純正のメーターフードですね。まあハンドルポストがね伸ばされてるんで、この純正のメーターフードはただの飾りでしかないんですけども、こんな感じでフードをつけてあげて、でここにハンドルを取り付ける。こんな感じ。でこのダッシュボード自体はね、まあ、さっきみたいに、普通に EX ブラックで塗った後にデカールを貼ってね、このエアコンの吹き出し口もこれデカールになってるので、デカールを貼ってフラットクリアを拭いたっていう形になってます。でこれをこのロールバーですね、ロールバーに踏み込んであげるんですが、ここをねちょっと広げながら隙間を塗って入れていくっていう形になります。いいよ。本当はあの組み付ける順番がねこうと違うので、あの普通だったら普通にはまるんだと思うんですけど、ちょっと僕の場合ロールバー先に組んじゃう癖があるので、ちょっと組み方は特殊な感じになっちゃいます。で、こう左右噛み合わせてあげて接着、こんな感じね、ロールバーにダッシュボードをつけるっていう形ですね。こんな感じになります。でこのロールバーを、ちょっとその前に、このミラーですね、ミラーも取り付け、先つけたよかったな。バックミラーね、バックミラーをここに取り付け、こんな感じ。ミラーの表面のところはこれミラーフィニッシュですね、ミラーフィニッシュを貼り付けてあります。で、これをここにかぶせたい。でまあ、割とあちこちがね干渉しながら入る感じになるので、干渉してるところはね無理に差し込むんじゃなくて、ちゃんと位置を確認しながらはめていきます。
こういう感じ。まあね、このロールバーでぐるぐる巻きっていうのがレースカーのね、レーシングカーの醍醐味なので、かっこいいですよね。それで最後に、助手席側のねロールバー、助手席側のロールバーはロールバーじゃない、ドア内装、ドア内装はもうキットそのまんまの取り付け方なので、これを取り付けてあげます。これもうカーボンデカール貼ってありますね。こういう感じ。ピントが手前に合う、こんな感じ。これで一応内装の組み立てに関しては完了になります。あ、ここ接着してない。はい、よし、はい、内装の取り付けはこれで、組み立てはこれで完成になります。こんな感じ。まあ本来だったら上にボディかぶせちゃうと、まあ、ほぼほぼ見えなくなってしまうんですけれども、今回の場合はねドアを取り外しているので、こうはめてあげると、僕も何気にこんだけ組んだ状態でかぶせるの初めてなんでワクワクするんですが、こういう感じ、こういう感じでね、こっち側がゴボッと見える感じになるので非常にかっこいいんじゃないかと思います。ちなみにこのドア内装を止めてる、止めるはずのね、ここのピン、ここのピン取ってやろうかなと思ったんですけど、なんか画像を見てるとね、ここなんかセンサーみたいなのをつける、部分になってるんで、もうここはそのまんまの状態で残してあります。こんな感じ。どうでしょう、結構いい感じになってんじゃないですか。こんな感じね。でまあこっち側から見るとほとんど見えないっていう感じなんですが、まあちらっとこの内装のね、このコードを追加したところとかも見えるので、これはこれでありなんじゃないかなと思います。こんな感じ。はい、というわけで一応今回の作業に関してはこれで終了にしておこうと思います。でまあ次の動画では、この続きですね、この下回りの製作の作業をやっていこうと思いますので、また続きが見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をしていただけると最新の更新情報など見ていただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。あといいねとかコメントとかいただけると非常に励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。